冠末期、冠王室は宦官の専横により腐敗の一途をたどる。これに対し諸侯が決起、宦官を駆逐すべく宮中へ乗り込んだ。この騒乱の中、名士として諸侯を率いた家臣が命を落とす。しかし袁紹が即座に指揮を継承、宦官の総統を果たした。かくして官室の腐敗は断たれ、袁紹を中心に政体の再建が始まる。その一方、清涼の豪族董卓はこの顛末にはがみしていた。家臣死後の動きで遅れを取らねば、己が袁紹の立場にあったはず。否、今からでも遅くはない。奴の座を力ずくで奪えばいい。董卓は袁紹の悪評を流すと、賛同した者らと反袁紹連合を結成。袁紹と彼に組みする者らが陣を敷く古老館へと攻め込んだ。果たして董卓は己の野心を遂げることができるか。この党中へ目指すは主事に繰りよ。袁紹らを蹴落とし、わしが権勢を得る。行くぞ、魔法どもを蹴散らすのじゃ。その首もらい受ける。いざ。こういう時は長いもの。さて、董卓と袁紹どちらにつくべきや。
よ。あのやつにちゃちゃっと打ちのめしてやろうぜ。さすが目立ってらっしゃる。かかる者は一人か、一人か、ぶっ倒す。皆殺しじゃ。オトベードを広めるため今より董卓に着く。みんな進め、炎章を葬り去るのだ。董卓、結構な戦を見せる。ここは奴についた方が賢明かもしれん。こりゃ今から着くなら董卓で決まりか。援軍開始。敵は今消えた炎章だ。難所の孤狼艦だ。ここは一つ勝者で打ち破るとしようか。貴様らの大関はここまで。この層の男がある限り孤狼艦は抜かせんぞ。兵士の安堵のためならば誇りなどいらぬ。勝ちそうな董卓の側に回り従うまで。その画集がお前を殺すのか。おお、なんとも勇ましき戦振り。
また戦場で武を競わん。敵将わしが討ち取った。圧殺じゃ。およ、なんとも勇ましき戦ぶり。剣聖を得た虫けらが、貴様はここで死ぬのじゃ。ぐわあ、炎症は倒したぞ。これで間質の剣聖はわしのものじゃ。